外崎チャンネル。木曜日です。総チェック。はい。先週に引き続きまして、火水の試合を木曜日に総チェックして、金曜日に木曜日の試合を総チェック。二段構えで効率化を図っていきたいというところでね、今週もこの方式でやっていきましょう。ね。さあ、ということで、今日は、火水の試合、まずはパリーグから。はい。ロッテ対西武。ロッテ対西武は、23日が雨で中止。24日、ね、11対1でロッテの勝利。で、まあ、今日試合ないというところでね、まあ、この一戦だけになって1勝0敗で、ロッテの勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、結果から見たらね、11対1っていうところで、ロッテ先発大島ね、6回94球、5安打4三振、2四球、1デッドボール、1失点。で、そして3回からメルセデス、40球、2安打2三振、無失点。セーブがついてね。まあ、こういったところで、まあ、昨日ね、昨日っていうか、まあ、火曜日、雨で中止になったっていうところと、先週リリーフデーでピッチャーを結構使ってるっていうところで、まあ、この日はもう大島メルセデス2人で投げ切ってもらいたいっていうところの監督のオーダーで、まあ、その中でね、まあ、11対1っていう大差がついたっていうところで、7回からメルセデスを使いやすかったっていうところと、小島がそんな状態良くなかったっていうところで、まあ、いろんなね、条件が噛み合って、非常に選手を使いやすい、このメルセデスリリーフの起用をしやすい、最高のゲームシチュエーションになったなと。これがもしね、1対0とかで、小島が好投してる中で、どうするってなったらね、非常に難しい問題だったと思いますけども、なんて言ってもこの日の小島は状態が悪いっていうね、いつものように、狙ったところに決められない、制球力が悪いね、っていうところで、なかなかね、ストライクボールもはっきりしてましたし、甘い球多かったなっていうところがありますけども、結果的にはね、6回失点と、グッピッチ。ね。だから内容はダメだけど、投球としての結果は100点っていうね。まあだからね、ピッチャーはね、状態がいい時に抑えるのは当たり前。状態が悪くてもゲームを作るのがローテーションピッチャーっていうところでね、もうこの小島はね、まさにこのローテーションピッチャーとしての役割をね、しっかり果たしたなっていうところで、まあ状態が悪い中でもね、結果を導き出せたっていうところは非常に粘り強く。あとは西武打線がやっぱ甘いところを仕留められない。あとは大量失点を序盤にしてしまうっていうところが痛かったかなと。で、西武先発今井ね、2回69球、5安打5三振、2四球1デッドボール8失点と。で、その後、本田1失点、青山1失点、某高橋1失点、4人ピッチャーを使いますけども、全員失点してしまうっていうね、なかなか難しい展開。でも、今井、解説してましたけども、状態が悪いようには全く見えなかった。むしろ状態良かったと思う。正直。まあ、その中でね、ロッテ、初回ね、安田のスリーラン、ね、まあ、これが一番ね、大きかったかなっていうね。で、2回、田村がね、3年ぶりのホームラン。しかも結構飛んでたしね。で、3回、ね、ポランコがタイムリーヒットって、またまで安田が2打席連続のスリーランホームラン。ね。で、これで、8対0。で、4回、池田がホームラン。だからもう毎イニング4回までホームランで、この時点で9対0。で、6回にね、西武はやっとマキノンのヒットで1点取り返すけども、ね、7回、ポランコがまたまたホームラン。で、8回で、ノーアウト1、3塁からチャタリのセカンドゴロの間に1点を取って、11対1っていう完璧な試合展開でしたけど、もうこの日ね、やたら気になったのがね、結果論になるからね、俺はあんまり言いたくないんだけども、やっぱここはね、しっかり反省するべきっていうところと、まあこれをやっぱ検証しなきゃいけない。ね、解説者としては、結果論になるけども、結果から読み解いて解説しなきゃいけないのも仕事だからね。そんなの結果論じゃんって言われるけどね。でもこれも仕事っていうね、ところで考えるとね、この試合ね、西武キャッチャー陣ね、空振りだと、そのボールに対応できなかったら続けるっていうね、ところで全部打たれてんだよね。この、1回初回ね、安田の打席っていうところもね、まあ、初球スライダーでファールを出して、ストレートボール、スライダーボール、ストレートボールで、3ボール1ストライク、2アウト1、2塁、ね。で、スライダー、ここで空振りしたんだよね。これでも解説の時言ってたけど、空振りしたけど、めちゃくちゃいいスイングで振ってるって言ってね。だから、状態的には悪くないと思うっていうね。若干タイミング出ただけで、ホームはめちゃくちゃいいって言って、で、そのスライダーを続けて、ね。で、それでスリーランホームラン。同じホームでね、安田としては綺麗なホームで完璧なホームラン。ね。で、そして、3回ね、これまずね、ポランコのタイムリーが生まれるんだけど、これポランコのタイムリーね、初回にアウトコースストレートを3球で三振取ってんだよね。で、だからもうポランコはそればっかり意識あんのよ。だから初球のチェンジアップね、空振り。もうまっすぐ 1-3 で。で、2球目がスライダーインコースに来て、見逃し。これ何が意味するかっていうと、アウトコースのね、目付けして、まっすぐかなり意識あるっていうところで、で、3球目追い込んでからね、1打席目と同じような配球でアウトコースまっすぐ行ったら、それがセンター前タイムリー、ポランコ待ってましたよっていうね。その後ね、ノーアウト1、3塁から安田にね、2ボール1ストライクからストレート行ったんだよね。だから空振りしたんだよね。若干振り遅れて。で、ストレート続けたんだよね。で、レフトへホームランっていうね。だから、こういったところで、で、まあ、7回にもね、ポランコがホームラン打つんだけど、青山からね、ストレート空振りするんだよね。で、またストレート続けるんだよね。で、これまあ、真ん中に入ったっていうのもあるけど、ホームラン打たれるんだよね。だから、こういったところで、やっぱ気になるのが、空振りしたり対応しなかった球を続けるっていうね。これで、まあ、でも一概に悪いとは言い切れない。ね。そうやって、合ってないんだから続けるべきじゃんってなるんだけども、相手もバカじゃないから、やっぱその残像が残ったらそれを追いかけてくるバッターと追いかけてこないバッターがいるんだよね。それを追いかけてくるバッターだったらそれ意識するからアジャストされやすいんだよね。だからそういったところで、まあ、一つね、俺はこれ想像だけども、ストーリーがないんじゃないかっていう、この配球への。こういう風に言って、こういう風に、最後こういう風に抑えていくために、この布石を打ちながらこう、縦と横軸のリードを考えながら、こういう風にやっていくっていうね、ここも見せなきゃいけないっていうね、とこじゃなくてもう、一球ずつで、はい、対応しないから、これ、はい、空振りしたから、これ、みたいな。もうなんか、ストーリー、もう目の前のことだけでやってて、なんかストーリーがないように見えるんだよね。で、そういったところで特にこの試合は、もう、対応されなかったら、同じ球。ね。で、相手に、それが若干甘くなって対応されるっていうね。で、厳しめに言ったらね、よく言うのがね、2球続けたら甘くなるよっていうね、ところもあったんだけどね、それをもう、ものの見事に対応されるっていう、まあ、癖、ね、配球としての癖が出てたのかわかんないけども、俺はね、今井は本当に状態良かったと思う。ここのね、配球のね、もうちょっとうまくできれば良かったと思うんだよね。だからそういったところは、この、うまくいかなかったことを反省して、もうちょっとね、やりくりしていってね、ストーリー性を、配球のストーリー性を考えながらリードしていって、ね。もちろんね、相手が対応してないから続けていく。これももちろんめちゃくちゃ大事なこと。だからこれが必ずダメやっていうことは絶対ないんだよ。まっすぐ合ってないからまっすぐ行く。大正解。スライダー合ってないからスライダー行く。大正解。ね。でもそのタイミングとかを見ながら、ああ、これ1打席目これで打ち取ったから結構これ意識してんな。じゃあ今度違う球行こうかな。みたいなね。あ、空振りしたけどなんかいいスイングしてたから危ないな。こっち行こうとかね。だからそういうなんかね、結果じゃなくて、中身をこう見ながらやっていくとね、また深みが出てくるからね。そういったところはもうちょっとね、バッターの対応を見ながらね、タイミングだけじゃなく、結果だけじゃなく、形を見ながらっていうところもやっていくとね、もうちょっと幅が広がっていったりとかするんでね、目の前のことやっていっても、あとはストーリー性でね、縦と軸考えながらやっていくと、もうちょっとこんな11対1の大差になるような、今井のね、ピッチングじゃなかったと思うんでね、まあそこら辺は、おいおいね、勉強していってもらいたいと思います。ね。まあ、あとはもうこう11対1になったらもうあと打線はね、まあ、おかわりくんがね、打率は高いんだけど、やっぱチャンスで1本打ててないっていう得点圏打率が低いっていうところがね、やっぱなかなかね、このライオンズの厳しいとこかなっていうね。あとやっぱ愛とかね、放送中も言ったけども、やっぱ5月になって成績を落としてる一番愛とが良かったっていうところもね、あるんでね、もうあとやっぱり WBC 組のね、やっぱりね、こう、ゲッダ復帰をね、もう早く期待するしかないなっていう展開でしたね。結果、11対1で、ロッテの勝ちで勝ち越しでした。続いて、日本ハム対ソフトバンク。23日2対4でソフトバンク。24日1対2でソフトバンク。で、25日今日も試合ね、パリーグ唯一日本ハム対ソフトバンクだけあります。現状2連勝というところでね、ソフトバンクの勝ち越しは決定してますけども、今日の試合どうなるのかっていうところで、まあ、23日ね、2対4でソフトバンク。日本ハム、ミスが全て失点につながり、もっもったいない敗戦ということでね。まあ、ソフトバンクはね、初回、中村のセンター前ヒット。で、ここでメネズが、牽制悪送球。で、今宮フォアボール。で、ノーアウト1、2塁から近藤がセンターフライ。で、セカンドランナー中村がタッチアップして、ワンアウト1、3塁からね、柳田がセンターへ犠牲フライっていうところでね。まあ、結果ね、今宮をフォアボール出してるから、この牽制悪送球も結局一緒じゃないかってなるけども、まあ、こういったところでまあね、リズムが悪くなるっていうね。でもよ、日本ハム、ね、2回裏、ね、マルティネスがホームランで同点を追いつくのよ。ね。でも今日のね、ソフトバンクが良かったところがね、やっぱ取られたらすぐね、取り返すっていうところがやっぱソフトバンクの流れになっていっちゃったのかなっていうね。で、3回の表ね、先頭今宮フォアボール。近藤の時にね、悪送球。で、ワンアウト2塁になって、柳田のファーストゴロ。万波が一塁悪送球。で、これがタイムリーエラーだって。勝ち越し。痛いね。バーッと。でも、5回の裏にね、その万波が、ね、ワンアウト一塁からレフトに同点ホームラン。まあ、こういうね、まあ、エラーも、いや、したら仕方ない。それはもうしたらバットってさ、さっきも言います。でも、その後ね、しっかりね、これを打つ方でね、取り返すっていうところで、グパッて。ね。まあ、こういったところもね、大事だからね。で、まあ、メネズはね、先発日本ハム。3回59球、2安打3三振、5四球2失点と、まあ、5四球は珍しいね。で、しかもね、2回から4回まで3イニング連続先頭フォアボールっていうところで、まあ、新庄監督もね、ちょっと我慢の限界っていうところで交代。まあ、これはね、傷口が広くなる前に交代させたっていうグッズ采配。これはね、非常にね、良かったと思う。もう我慢しきれずね。っていうところで、まあこれ以上いったら失点をほんと積み重ねてね、もうちょっと大差になってた可能性があるんで、この交代はね、素晴らしかったと思います。ね、2対2になって、で、6回表、ね、ピッチャー池田から川野に変わって、柳田、初球ね、スライダーが肩口からど真ん中入って、ライトホームラン。しかしか、初球、柳田、スライダー、もうちょっと意識しよう。コース、もう完全抜けたからね。それはもうちょっと意識しよう。もったいない。で、7回表ね、先頭ね、海がレフト前。で、中村晃バント。で、今宮がね、内野安打で、ワンアウト一塁から近藤ライト前ヒットで4番の柳田が犠牲フライでね、この1点を積み重ねて、4対2でね、ギリギリ空いてるミスもありね、そこをついていく。逆にね、日本ハムはミスが全部ね、失点につながったっていうところでね、非常にもったいない。で、あとソフトバンクはね、逆転してから、ね。まあ、5回まで大関がね、103球、7安打6三振、3四球、2失点で踏ん張って、その後ね、6回から、大津、つもり、モイネロ、オスナ、ね、ノーヒット、クピチ。最後、モイネロ、オスナは、3者連続三振、3者連続三振の6者連続三振で締め切って、リリーフの強さを見せつけるっていうね。まあ、ソフトバンクとしてはね、非常にいい戦いだったと思います。で、続いて24日、1対2でソフトバンクっていうところでね、ソフトバンク先発、和田、ね、松坂世代。だから、俺の4つ下だから、今年43。5回、82球、3安打4三振、1球、1失点とね。まあ、ホームランね、1本打たれるけども、腕もめちゃくちゃ触れてたし、躍動感、前飛んでたからね。で、しかもその中で、勢いだけじゃなくて、低めへの制球力、クピチ。ね。しかも、93人目の2000投球回、クピチ。素晴らしいね、ここまでね。しかも、しっかり強い球投げれてるっていうね。ところもね、トレーニングの賜物だね。で、日本ハム先発噂はね、7回119球、5安打5三振、1四球2失点。まあ、これは攻められないね。しかも、噂もね、364人目の1000投球回。グッピチ。ね。でもこの、1000投球回で271人いなくなんだね。すごいね。そしたら1000から2000って全然違うね。まあ、この試合ね、日本ハムがね、初回2番ハンソンのレフトへホームランで先制してね、今日もいい流れで行こうっていうところでね、2回表ね、ソフトバンク先頭柳町フォアボール。で、栗原が約1ヶ月ぶりのライトホームラン。だから、ソロかツーランかだけだったね。攻撃面で言うとね。だからまあ、攻められないね。あとショート今宮ね。大変そうだったね。まあ、スーパープレイもありながらね、7回、清水の打球ね、プチュンみたいなね、スーパープレイもありながら、ね、日本はね、3回裏、ね、1番江越、焦点の内野安打。ね、これはもう仕方ないね。セーフだったね。ノーアウト1塁から、アルカンタラ、今宮、ファンブレーラ。もう完全ダブルプレイだったけど。でも多分難しいんだろうね。エスコン。俺はプレイしたことないからわかんないけど、今宮が、ショートゴロ普通の、膝ついて固めて取ろうとしたからね。で、それでまあファンブルしたから、やっぱ芝と土のね、ところ、まあまだね、そんな試合もね、ホームグラウンドじゃないから、やってないからね、まだ微妙な変化っていうところが難しいと思うんだけどね、膝ついて固めて大事に取ろうとしててね、ファンブルっていうところだから、まあああいう姿勢見ててもね、難しいんだろうなと思うけども、ね、やらなきゃいけない今宮だったらね、バッと。ね。でも、ここでね、ノーアウト一塁からハンソン。まあ、途中ね、ちょっとセーフティーの構えとかしながらね、あ、バンドもありやなと思ったけども、打ちに行ってね、463ダブルプレイね。これ、痛かったね。ここね、パーンともう一点ね、同点追いついてればね、ひょっとしたらっていう展開。あったけどね。で、まあ、日本ハムはもともとね、3安打しか打ってないから完敗なんだけども、ね、9回裏もね、先頭ハンソンがフォアボール。でね、ここでダイソーね、矢沢が出てきて、松本ゴールで、463、ダブルプレイだってね、ピッチャー、足元抜けた時はね、お、抜けたかと思ったけどね、ショート今宮はね、めっちゃ大事に取ってたね。かなり、大事に取って、トスしてダブルプレーっていうところでね、今宮のあんな硬い慎重なプレーね、久しぶりに見たなっていうぐらいね、まあそれだけ難しいっていうところなんだろうけどね。で、まあこの試合もね、ソフトバンクね、6回から、貝のつもり、モイネル・オスナっていうところでね、ノーヒットピッチング。ね、まあオスナは最後ね、フォアボール出しちゃうって一人のランナーを出すけども、ね、6回以降完璧リリーフ。リリーフで、前の日からね、大津つもりモイネルオスナが、貝のつもりモイネルオスナになっただけだからね、このリリーフはえぐいね。やっぱり先発5回全力で投げたらね、あとどうにかしてくれるんだからね。で、まあ、日本ハムもね、今日ね、カーの8回からね、リリーフで、登板して、中村修斗、近藤とね、3者連続で断ち切ってね、まあ、前日ね、柳田にホームラン打たれたけども、そこはしっかりね、リベンジできてるっていうところでは、非常に良かったんじゃないでしょうか。ね。まあ、両投手ね、投げ合い結構良かったし、ね、いろんなプレーね、スーパープレー、ミスもありましたけどね、結局はツーランかソロで決まるっていうところでは、ね、ソフトバンクの2対1で勝ち。ね、現状2連勝です。続いて、オリックス対楽天。23日8対0でオリックス。24日6対5でオリックス。で、オリックスは今日試合ないんで、2勝0敗でオリックスの勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、23日ね、8対0でオリックス。ね、楽天。エラー、ワイルドピッチ、ブロッキングミス、自滅です。まあね、この試合2安打しか打ってないからね、まあ負けは負けなんだけど、負け方が悪いっていうところでね、楽天先発田中マー君ね、4回83球、10安打2三振、1四球、1デッドボール、7失点、自責点6っていうところで、まあエラーも重なるにね、あとはボール自体高めに浮いて、ちょっとキレもなかったかなっていうところでね、厳しいピッチングになったかなっていうね。まあその中でね、初回、先頭野口レフト前ヒット、昇格ね、即で、この日ね、2安打っていうところで、グッバッティング。ね。で、2番もね、フォアボール。で、ノーアウト1、2塁からね、ここで、ワイルドピッチっていうところでね、キャッチャー、安田。ね。遅いブロッキングの姿勢が。あと、ボールこう見てんのかな、そのワンバンしてるところ。若干こうなってんだよね。目線とボールが合ってないように見えんだよね。わかんないけどね。映像見た感じではね。結局、遅いから大きくね、弾いて、その月にね、野口が三塁へっていうね。まあ、野口の走塁もね、ぐっ走塁だったけど、あとはね、あれくらいのワンパーね、ブロッキングの姿勢に入りながらね、ボール見ててね、ミットで取んなきゃいけない。ミット変なとこ当たってるからね。あれミットで普通に取れるところだから、ブロッキング、こう上から行っちゃダメだよ。ブロッキングの姿勢で取るっていうね。その時にこうやって下こう見てたら、若干こうなってんだよね。そこが気になる、最近、ほんと。で、ランナー一三塁になってね、中がダブルプレーだったけども、そのダブルプレー間にね、1点取るっていうところでね、この先制点っていうところは非常に大きかったかなと。で、3回裏もね、ワンアウトから、宗レフト前ヒット。で、中川がね、ショートゴロ、ダブルプレーで終わりかなと思ったらね、ショート山崎、ファンプルエラー。で、そっからワンアウト1、2から森、頓宮が連続でヒットを打って、タイムリーで3対0。ね。もう、ブロッキングミス。エラーで失点入る。ね。昨日の動画で楽天と中日の動画出しましたけど、もうその通りになってるっていうね。まだ見てない方、ぜひ見てください。で、4回の裏ね、2アウト3塁からね、野口がタイムリーツーベース、昇格するっていうね。で、5回の裏、ね、中川ヒット、森ヒット、で、頓宮レフト前タイムリーヒット。ここでピッチャー安楽に代わって、フォアボール、セデーニョが犠牲フライ。で、ワンアウト3塁から茶野の時にワイルドピッチ、バーンと。ね。いや、ここもね、安田の反応遅いし、反応遅いからブロッキングできないから、もう上から行ってんの。上から行って、ワンパンして股の下抜ける、バッと。もう最悪です。股の下抜けるのは。しかもまだブロッキングの姿勢に行って股の下抜ける、バウンドが合わないでね。まあ、100歩譲ってわかるけども、上から取りに行って、ブロッキングを間に合わず、股の下抜けるってもう、多分構え方からして悪いんだろうね。本当。まあ悪いんだろうねっていうか悪いけどね。そこら辺ちょっと教える方もちょっと教えていかないと、多すぎるからね、こういうのでほんと失点するのはもったいないし、安田なんてバッティングいいんだからね、もうちょっとそこのね、キャッチャーとしてのスキルを一軍の最低レベルまで上げていかないとね、自分を生かしきれないからもったいないよね。で、ピッチャーオリックスで山下。7回104球、2安打5三振、2四球無失点。完璧です。グッピッチ。ね。大量得点の援護もありね。で、先ほども言いましたけど、センター野口ね、昇格後ね、2安打、タイムリーも打って。で、まあね、開幕時はね、ショートを守れて、なかなか打つのがね、結果が出なかったっていうところでは、1回2軍に行って帰ってきてね、打つを上がって、あとまあね、紅林も今いい感じでね、やってるから、ね、チーム内競争が生まれてね、いろんなところでまた相乗効果でね、上がっていくんじゃないのかっていうところで、この野口の活躍っていうところも非常に大きかったし、まあ楽天はね、本当にエラー、ブロッキングミス、自滅、でまあね、完璧に抑えられてっていうね、まあこの日はちょっと、最悪な試合展開でしたね。続いて、24日、6対5、オリックス、サヨナラ勝ちっていうところでね、楽天、完全勝ちゲームも、結局、ミスで逆転負けっていうね、もう最近こんな試合ばっかり、もう、楽天ファンの皆さんの気持ちをね、組むと、本当にもう、張り裂きそうなぐらいね。まあでも頑張って応援していこう。この日もね、まず、楽天ね、4回表、ね、フランコがヒットで出て、不調の島内がね、ホームランというところで、プロ通算100ホームラン。グッド。ね。ここで、まあね、こういう時って勝っていくんだけどね。でも、4回ぐらいね、オリックス、ワンアウトから中川ツーベース、森がレフト前タイムリーツーベース。で、頓宮も続いて、若月のセーフティースクイズ。グッド。これね、めっちゃうまかった。コース、角度。あと、ファーストのね、チャージ、甘かったね。阿部三塁ランナー森、スタート遅かったもんね。結構ね。でも若月のバンドが上手すぎて、悠々帰ってこれたっていうね。これは若月のね、セーフティースクイズは見事だったね。で、これで同点に追いついて。7回表に楽天はね、山崎ヒット。で、盗塁、フォアボール、ワンアウト一塁からね、辰巳がセンターへのタイムリーヒットで、勝ち越して、その後ね、伊藤由紀がレフトへね、タイムリーツーベースで5対2、3点取って、これで、もう、勝ったなって、思ったけどね、8回裏、ピッチャーね、早川から鈴木に代わってね、先頭、宗、ピッチャー内安打。まあ、ノーバンね、簡単じゃなかったけど、ああいう球際を取れるかどうかよ。ね。あれ取ってたらなんてことなかったけど、弾いちゃってね。ね。で、ランナー出て、ね、中川がレフトでツーランホームラン。これで5対4。まあ、まだわかんない。でも守護神のね、松井裕樹、今年まだ自責点でいるっていうところでね、ワンアウトから代打大城、サードゴロ、伊藤、ファンブレーラー、バーッと。まあわかるよ。照明。入ったんだろうね。で、まあそんなね、ビジターだしね。神戸そんなに使わないしね。で、伊藤もともと DNA だったからね。もともと、ひょっとしたら初めてかな。けども、仕方ないとはならない。結局は。そういったところ。ね。月もないかもしんない。照明に入って。でもやらなきゃいけない。ね。で、これで一塁出塁して。紅林のサヨナラツーランホームラン。オリックス。えぐいっていうね。で、まあ、この試合ね、結果ね、こういうちょっとミスっていうところも響いたけども、ね、守備のね。でもまあね、勝つチャンス全然あったのよ、楽天もね。5回表、9番小郷、レフト前。で、ここでノーアウト1塁から辰巳、ね、送りバント失敗。まあ、この送りバント失敗もよ、キャッチャー若月のダイビングキャッチで、ファールをね、三塁側の、取ってね、若月、グップレイ。まあ、若月のファインプレーもあるけども、ああいったところでしっかりバントで送ってたらね、その後、阿部伊藤で、ひょっとしたら1点取れてたかもしれないしね。8回もね、先頭がね、フランコ、ツーベース、ね。で、住谷がセカンドゴロで進塁打送って、ワンアウト三塁からね、島内三振、山崎三振っていう、ここでね、1点でも取れてたらね、だからこの、取れる時のね、追加点がね、取れなかったっていうのも、まあ、あのまま普通にスンって勝つけどね、この最後ね、8、9で4点取られて逆転負けしたっていうところもあるから、まあ、そういったところ取れるところね、取りたかったなっていうところと、ね、まあ、照明入ったけど、ね、難しいよ。けどやらなきゃいけないのが、プロ野球。ね。といったところでは、まあ、2試合連続ちょっと厳しい戦いになったかなっていうね。逆にオリックスはね、最高の勝ち方で2連勝だったんじゃないでしょうか。続いてセリーグ。ね。広島対中日。23日1対3で中日。24日6対2で広島。現状、1勝1敗の5分。ね。今日でどっちが勝ち越しかっていうところでね。23日1対3で中日。ね。お題は、チャンスに一本出るか出ないかっていうね、ところで、この日ね、中日先発福谷、6回89球、4安打3三振、1球1失点と、グッピチ。素晴らしいね。本当に制球力ね、低めへの制球っていうところでね、ストライク先行でも勝負できたっていう中ではね、非常に今年ね、福谷のピッチングがね、安定感あって安心感もあるね。で、広島先発大瀬良、6回3分の2、102球、7安打4三振、2四球、3失点、自責にっていうところでね。まあ悪くはなかったけどね、俺は良かったと思うんだよね。でも最後は高め浮いたところを、まあ仕留められちゃったかなっていうね。中で、この日ね、広島は、2回裏にね、林の先制ホームラン、グッバッティングでね、1点先制するもね、6回、ね、同点に追いつくんだけども、中日がね、岡林センター前。で、福田ね、キャッチャーフライで送りバント失敗。普通、この流れで、中日は負ける流れなんだけども、ね、この後、細川がね、ショートやの、フィルダースチョイスっていうところで、あのボテボテの、もうここで取ったら、ここがセカンドベース、ね。あれ、無理やりセカンドは状況判断悪すぎるわ。あれもうファーストでよかったよ、確実に。そしたら2アウト1塁で、多分ね、この1点入ってないのよ。あの判断ミスはね、ちょっと痛かったね。1アウト1塁になって、石川フォアボール。このフォアボールで大瀬良痛かったね。で、満塁になって、BJ のね、三振取るけども、2アウト満塁から大島がね、ピッチャー強襲の、内野安打っていうところで同点。まあ、この打球もね、大瀬良弾くんだけどね。まあ、取ってればっていうね。まあ、打球もそこそこの当たりだったからね。まあ、あれなんだけど、球際だね。こういったところがね、その紙一重だからね。で、同点になって。で、7回表、ね、こう、2アウトから、ね、岡林レフト前、福永レフト前。で、細川がね、2アウト1塁からセンターへのね、タイムリーツーベースで2点取って、3対1。で、ピッチャーもね、福谷から、勝野に代わって、7回を抑えて、で、8回ね、祖父江。そして、9回、ね、ライデル・マルチェスっていうところでね、完璧なリリーフで逃げ切りっていうところで、まあ、広島はね、まあヒットをこの日6本しか打ってないから、まあなかなかチャンスなかったんだけども、このね、1回、ね、2アウトから秋山ツーベース、マクブルームフォアボールで2アウト1、2塁で、坂倉が1本出なかったとかね、6回、1点取られて同点になった時に、1アウトから秋山がツーベース。で、1アウト2塁からマクブルーム三振で坂倉セカンドゴロとね、この、4番、5番の前にチャンス作るけど、今日はね、1本出なかったっていうね。まあ、ここだけの違い。このね、チャンスに1本出るか出なかったか。ね、カープもね、そんなチャンスなかったからね。そういったところでは、まあ、投手戦になったけども、そういったね、ちょっとミスっていうところも痛かったしね。で、まあ、チャンスに1本っていうところのね、お互いチャンスが少ない中、1本出るか出ないかっていう試合展開でしたね。続いて24日ね、6対1で広島っていうところで、まあ、この日ね、中日先発涌井、3回68球、7安打2三振、1球6失点と、まあ、立ち上がりからちょっと制球高めに浮いて甘く入ったなっていうね。まあもちろんちょっとエラーも痛かったけどね、初回いきなり5失点ね。先頭、菊池がレフト前。で、西川がね、高めに浮いたところをライトスタンドへね、ツーランホームラン。バウアーからホームラン打った時みたいな感じだったね。で、またね、秋山がスリーベース。で、マクブルームのね、バットの先っちょに当たってね、ボテボテのファーストゴロね。それをビシエドが取って、一塁へ悪送球。バッと。まあ、ここね、アウトに、してたらね、5点までは取られてなかっただろうけど、その後ね、坂倉のツーランホームランっていうね、3点までだったけどね、この5点っていうのはね、正直エラーも絡んで、痛かったかなと。で、広島はね、3回裏、ね、育成からね、試合間になった中村がね、ツーアウト1塁からライト前タイムリー、プロ初のタイムリーヒット、グッとナイスパッティ。なんか西川っぽいけどね、打ち方ね。でもまあね、いい形の、バッティングでね、非常に良かったなと。高弘ね、監督と名前が一緒っていうね。で、これまあ早めにね、初回が5点、次1点取ったのも大きかったね。で、中日はね、4回の表、ビシエドがね、1アウト3塁からショートゴロの間に、今季初打点っていうね、1点を取って、で、8回にね、石川の、またサードゴロの間にね、1点取るけども、結果ね、6対2っていうところで、まあ、広島先発ね、栗、7回100球、7安打2三振、無四球1失点と、ほんと内外にね、まあ、ツーシーム、シュート系、外スライダー、で、タッチチェンジアップっていう、この、両コースの使い分け、非常に良かったなっていうね、安定感あるピッチングは、グピッチンだったと思います。ね。で、まあ、中日もね、4回以降、涌井がね、3回で降りるんだけど、4回以降、藤島、橋本、田島、山本とね、まあ、山本がヒット1本打たれるんだけども、完璧なリリーフしたっていうところはね、光るところもあるんだけども、なんて言っても初回のね、5失点が痛かったっていうね、ところと、カープ的にはね、この8回の1点の取られ方っていうところで、ワンアウトからね、福永のショートゴロ、矢野が悪送球っていうところで、まあ、こういったところをね、やっぱミスをね、して、まあ、対策あるからいいけどね。やっぱこういうね、ミスが命取りになってくるからね。こういったところは勝ってる試合でもね、対策あってもしっかりね、やっていきたいっていうところと、ね、まあ、話題になったね、3回の表のね、岡林、ワンアウトから、サードゴロね、走らないで、で、途中から走ってね、楽々アウトになるっていうところでね、バッとなんだけど、打球がさ、バットの先っぽ当たって、ファールゾーン行くんだよ。ファールゾーン行ったら、くる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 みたいな感じで、フェアゾーン入ってくんだよ。軟球みたいに。いや、気持ちもわかるけどね、打った瞬間ファールだったからね、それいきなり戻ってきたからね。いや、まあ、バットだ、走らない、結果だけ見たらバットだけどね。でも、仕方ないね。走らんぞ。ファールだもん。これもう、見てない人、どっかで探してみてください。あるのよ。くるくるくるって戻ってくるやつ。だからまあ、これはまあね、ダメだけどね。走らないのはね。ダメだけど、気持ちもわかる。怠慢走塁って言われてる、岡林の打席でした。まあ結果ね、まあ一勝一敗というところで、まあ今日ね、どういう展開になるのかっていうね、ところで、やっぱりチャンスに一本打てるかどうかっていうところは大きいね。まあこのね、24日もね、6対2と大差になったけども、まあ結局ね、広島がこのパンパンパンって集中打打てたっていうところがね、大きかったんでね。まあ今日の試合も多分ね、そんな多くはないだろう、チャンスの中でね、お互いね、なかなか今状態が上がってこない中、そう、一本出るかどうかがね、試合の、勝ち負けを決めるんじゃないのかなと思います。ね、現状、1勝1敗の五分です。続いて、ヤクルト対阪神。5月23日、3対6で阪神。24日、5対6で阪神逆転勝ち。現状、2連勝中、阪神が強いっていうね、ところでございますけども、23日ね、3対6で阪神。阪神先発村上、6回100球、4安打7三振、1四球、2失点と、まあね、連打許さず、ね、コントロールも素晴らしく、ピッチン。ね。あとはもう、ピンチも、ピンチっぽくない。なんか、もう感じ。安定感と安心感がめっちゃある。で、ヤクルト先発石川。4回84球、7安打4三振、1四球3失点と。まあ、3回ね、一気に3失点して、ちょっとボールがね、浮いたところを全部仕留められちゃったかなっていうところで、持ち前の制球の良さがね、ちょっとね、まあ、このイニング、生かしきれなかったかなっていうところでね、3回の表ね、木浪がツーベース。ね。で、ピッチャー村上、スリーバント失敗。バッと。こういうところでちゃんと決めないとっていうところで、ここを挽回するのが今の阪神の強さ。ね。で、近本フォアボール。で、中野がセンター前。で、ワンアウト満塁になって、ノイジーがセンターへ2連タイムリー。で、また大山がね、レフト前。佐藤がワンアウト満塁から、セカンドゴロの間にね、4-6-3、ダブルプレイ崩れの間に1点取って3点っていうね。これ、連打も出るからね。で、ヤクルトはね、6回の裏に、ワンアウトから、塩見フォアボール。ね。で、山田がレフトスタンドへツーランホームラン打って3対2、1点差にね、縮めるんだけど、で、この縮めた条件もめっちゃ良かったのよ。5回ね、阪神は近本ツーベース。で、中野がね、サードで悩んだ。ノーアウト1、3塁になって、ノイジーの時から、ピッチャーね、丸山に変わるわけ。石川からね。で、こう中野が盗塁して、ノーアウト2、3塁になるんだけども、ノイジーね、三振。大山、ね、ここはフォアボール。佐藤、ね、三振。だから、ノイジーの時にはカーブ、めちゃくちゃ良かったし、こう佐藤の時はね、ストレートっていうね、ところで三振。森下にも、最後ね、ストレートで三振っていうところで、ここでね、0点に抑えるっていうのは、めちゃくちゃ良かったね。こう一気にバタバタバタってね、ゲーム展開からすると、阪神にね、流れがもうね、一気に持っていかれるっていうところでね、しっかりこのピンチをね、潰したっていうところでは素晴らしかったし、まあね、ストレートも伸びあったしね、カーブのスピンも効いて、緩急もつくっていうところで、ピンチで交代してからね、2イニングで三振5、グピッチ。素晴らしかったと思います。ね。で、山田がホームラン打って、これめっちゃいい流れよ。この逆転に向けてはね。で、そこでね、取られた後に7回表ね、ピッチャー、エスピナルに代わって、先頭近本フォアボール。で、中野フォアボール。で、ノーアウト1、2塁から、ノイジーに左中間にスリーランホームラン。おい、何やってんだいっていうね。これで、試合が決まるっていうね。エスピナル、パッと。超いい流れできた中で、このフォアボール、ホームラン、ドーンは、みたいな感じにね、なるねっていうところで、まあ、このノイジーのね、素晴らしさっていうところはあるけどね。で、まあ、9回裏ね、オスナがタイムリーヒットって、まあ、1点返してね、最後チャンス作るけども、ね、岩崎から出てきて、代打、三ツ俣を三振っていうね、まあ、粘りを見せたけども、ね、阪神の強さ、村上のナイスピッチング、ね、ノイジーの一発っていうところは素晴らしかったな。でも、ヤクルト的にもね、丸山もね、非常にいいピッチング。次回もね、期待したい内容でしたね。続いて24日、5対6、阪神逆転勝ちっていうところでね、ヤクルトは村上が打ったら勝ちたかったっていうね、中でね、阪神先発西、ね、ヤクルト先発吉村っていうところでね、始まりましたけども、まあ3回裏ね、先頭ね、長岡がツーベース。で、古賀がね、しっかり右打ちをしてね、古賀の右打ちが逃げにうまいよね。ファーストゴロで、ね、ワンアウトに三塁になって吉村がね、ピッチャー吉村が犠牲フライ。配ってね。1点先制して、でも阪神、昨日と一緒。すぐ行くんだよ。ね。4回表に、ワンアウトから、大山佐藤ね、連続ヒットで、で、森下がデッドボール。で、梅野がワンアウト満塁からね、タイムリー。で、木浪もね、タイムリーっていうところでね、2対1勝ち越し。でもヤクルトはね、もうすぐ行く。4回裏。ね。2アウト1塁からね、塩見、サンタナがいきなり走ったからビビったんだろうね。西ね。いやー、ひどいボークだったね。で、その後ね、塩見がタイムリーヒット打って、まあ、5番塩見も生きるね、村上を生かすためにもね、非常に、まあ、1番塩見っていうところもいいけど、このやっぱ5番塩見っていうのもね、いいなっていうね。で、同点に追いついて、でも阪神がね、6回表、ね、2アウトから、木浪レフト前、で、西がまたね、センター、ツーベース、打つね、西。で、近本のね、セカンド内野安打。これね、ここ、山田、悪送球。で、セカンドランナーも帰ってきて、まあ、これ近本をファーストでアウトにするのは多分無理だったと思う。状況的に。でもここ、1点で、ね、結果最後1点差で負けてるから、この1点ね、非常にでかかったと思う。やらなくてもいいって。でも、6回裏にね、山田ヒット、村上ね、ライトへヒット、ね、ノーアウト1、2から塩見がね、タイムリーツーベースで、また追いついて。でもよ、ここで、さらにノーアウト2、3塁から、オスナ、長岡、代打、川端、敬遠からの、太田。このね、0点。痛い。このね、6回ね、逆転しきってたら、勝ってたと思う。もしくは同点に。このね、結果的にだから、ね、山田の悪送球っていうところと、この6回裏のね、さらにノーアウト2、3塁からの1点っていうところがね、ちょっと取り切れず。でも7回裏にね、ワンアウト1塁からね、ピッチャー岩佐に代わって、村上がライトへタイムリーヒット。で、塩見がね、ヘッドスライディングでね、セーフになって逆転して、まあ、さすがに、これはね、勝ったかなっていうね、ところがあったけども、9回、2アウトから。阪神は6回も2アウトからだし、この9回も2アウトからっていうところで、ここがまた強いね。で、ノイジーのスリーベース。ライト並木。正面入ったのかな？後逸して。スリーベース。バッと。これはね、さっきの楽天の伊藤の時とちょっと違って。ホームだからね。やっぱホームはね、そら、正面入ったらもう多分見えないよ。無理だよ。でもホームは入らないような、やっぱ準備とか守備位置とかね、こうハスに構えるとかね、もしくはサングラスするとかね、なんかしらの対応をしないと、やっぱホームはもうその位置にあるのは分かってることだし、何試合もそこでやってるわけだから、練習もできるわけだから、これはもうね、ホームは言い訳聞かないね。そういったところではね、バッと。で、スリーベースになって、大山フォアボール。2アウト1、3塁から。佐藤ね、初球インコース、引っ張り込んで、ピッチャー田口から、ね、ライト線、タイムリーツーベース、一塁ランナー大山、激走、グッソール。そう、あれ帰ってきたの結構すごいよね。神宮でね。で、逆転っていうね。痛かったね。ヤクルトはね。で、その後ね、9回裏、ピッチャー岩崎マウンド入って、ね、代打西田三振、山田アウト、村上ね、セカンドゴロで、ゲームセット。阪神強いっていうところと、ね、ヤクルトはもうほぼ勝ってたからね、もう、打った瞬間、よっしゃ、勝ったと思っただろうね。全員ね。ツーアウトからノイジーのライトフライ。でもそれが、ね。でもそういったところよ。でもそこをね、最後まで、仕上げて逆転まで持っていくっていうところはやっぱりね、阪神の、強さだなっていうところもあったしね。ミスっていうのはちょっと痛かったかなっていうね。まあ今日どうなるのかね。現在阪神のカード2連勝中です。続いて、巨人対 DNA。23日3対6で DNA。24日1対0で巨人。現在1勝1敗の5分っていうところでね。23日3対6で DNA。DNA 先発平ね。なんと東京ドーム初勝利っていうところでね。7回108球、4安打4三振、1球無失点。グッピッチ。ね。まあ、この日ね、平、伊藤光バッテリーね、最高だったね。これまあ、サイドスローっていうことを考えたらね、内外のね、投げ分け。ね。出し入れっていうところがね、基本線になってくるところを、この日はね、工程もしっかり使うわけよ。ね。もちろんね、このツーシーム系、スライダー系っていう横の広がりもあるけども、高めにストレート投げて、低めへの進化の工程。ね。左バッターには、低めにもスライダー投げて、高めにもスライダーっていうね、一つの球種を二球種にするっていうね。で、より一つの球種を活かすために、もう一つの対角線上をしっかり使うっていうね、この配球、伊藤、グリード。ね。で、平も、グッピッチ。これは非常に、良かったね。かなり高めのまっすぐから低めのシンカーっていうところもね、ウォーカーも三振してたりとか、結構三振取ってたし、ね、丸とかの時もね、こっちとこっち、高めと低めにスライダー行ってね、詰まらせるっていうところもあったんで、かなり考えられたね、配球だったし、それをきっちり投げ切った平っていうところも非常に素晴らしかったかなと。で、巨人先発赤星ね、3回48球、5安打1三振、2四球1デッドボール5失点と、逆に赤星は、ツーシームが引っ掛けてアウトコース、スライダーが抜けてインコースみたいなね、もう逆球が多くて、もうストライクボールはっきりしすぎて、で、もう真ん中集まるって言ってね。でもこれだったらもう赤星の良さ全く出ないからね。赤星もどっちかっていうと、制球力よく投げていって低めっていうところを投げ切らないと、これっていうびっくりした球があるわけじゃないから、そういうところでやらなきゃいけない中で、その自分の武器が使えないっていうね、で、すべて棒球になるっていう。初回、ね、先頭、佐野がね、粘りながら一塁線抜けるライトへツーベース。で、関根がね、きっちり送りバントを決めて、ワンアウト三塁から宮崎がね、ショートゴロの間に1点。まあ、ここもね、内野も後ろ下がってたからね、初回ね、きっちりワンヒットで1点取るっていうね。で、3回の表、ね、先頭伊藤光ね、ツーシームが逆球になった球をセンター前ヒット。で、平、送りバント失敗。バッと。ここね、きっちり送っていこう。勝ったからよかったけどね。で、その後ね、佐野がど真ん中にね、来た球をね、ライト前ヒットを打って、で、関根がね、ライトへタイムリースリーベース。で、ワンアウト三塁になって、宮崎のね、レフトに犠牲フライなんだけども、これね、ワンアウト一三塁から関根のライトへのタイムリースリーベースで、一塁ランナー佐野がしっかりホームまで帰ってきてる、ぐっ走塁。それによって関根が三塁まで行ける。結果、ワンアウト三塁から宮崎が犠牲フライで1点取れる。ね、5点目取る。これでめちゃくちゃいい流れだね。まあ、打つだけじゃなくて、そういった走塁で、で、次のバッターに向けて楽な状況を作ってやる。ただ、ヒットを打たなくても1点取れるっていうね、状況のこの走塁っていうところは非常にね、良かったかなと。で、8回にもね、牧野、ホームランっていうところで、まあ、ダメ押しを取ってね。で、9回裏ね、ジャイアンツもね、岡本ホームラン、そして、秋広がツーランホームランとね、3点取るけどもね、まあ、時すでに遅しっていうところではね、まあ、平伊藤のバッテリーとね、赤星の投球のね、結構対照的な、結果になったかなっていうところとね、あとは、この5回裏、ね、先頭門脇、2球目打ってセンターフライ。で、9番、平内、初球どん詰まりのピッチャーゴロ、バッと。いや、これまで平内は、1打席しかプロで立ってないわけよね。だからまあ、打てる自信があったのかもわかんないけども、やっぱりこの試合、まあ、火曜日っていうところもあるし、赤星が3回で降板したっていうところもあるから、やはり平内にはやっぱ長いイニング投げてもらいたいっていうベンチの意図があるからね、ここ代打じゃなくて打たしてるって思うんだよね。で、しかもタイラーのね、状況がいい中でね、やっぱりその球数を少なくても3球は投げさせないと、いけない中で、初球打ってどん詰まりのピッチャーゴロって、何も考えてないんかって言われても、俺はおかしくないと思うんだよ。やっぱこれはダメだと思うんだよね。それかまでね、柳とかね、もうバッティングめちゃくちゃいいんだったら、まあまだ話もわからんでもないけども、平がめちゃくちゃいい状況の中、自分はリリーフで打席にほぼ立ったことない、その中で初球打ちに行ってどん詰まりのピッチャーゴロは、それはダメでしょ。で、その後ね、中山も2球で終わって、結果5球しか投げさせてないからね。この門脇中山が積極的に行くのは俺はいいと思うんだけども、ピッチャーが行っちゃダメよ、この状況で。これはね、かなりね、打った瞬間びっくりしたね。逆に。こういったところはもうちょっと考えて野球した方がいいかなと思いますね。まあ、結果ね、6対3。もうこれはもう平のね、完璧なピッチングと、佐野の構想ね、宮崎の2点タイムリー。ヒットじゃないけどね、ショートゴロと犠牲フライ。まあ楽な展開に持ち込めたっていうね、この走塁っていうところは非常に良かったかなと。で、24日ね、1対0で巨人っていうところで、戸郷がね、完封でございます。ね。9回127球、5安打6三振無失点っていうね、無四球無失点。まあこれはね、前回4月の上旬ね、長崎で戸郷対石田っていうのはマッチアップしてんだよね。その時に戸郷はね、2対0で石田に負けてんだよね。あの時石田めちゃくちゃいいピッチング。俺あの時解説言ってたからね、生で見たけども、そのね、完封をやり返す完封。グッピッチ。ね、本人も言ってたけどね、今回はやり返すつもりでっていうね、それしかもね、結果に結びつけたっていうところは良かったね。で、DNA 先発石田ね、7回100球、6安打7三振、1球1失点、攻められない。グッピッチ。非常に石田も良かった。ね。本当にこのね、投げ合い、見どころあったなっていうところでね、巨人は2回裏ね、岡本のホームラン。まあ、このね、ホームラン1本でね、勝ったっていうところがあるんだけども、DNA がもし勝てるとしたらもったいなかったなって思うのは、3回の表、ね、先頭京田がライト前ヒット。で、ここで石田が送りバント失敗。ね、これは痛かったかなと。まあでもね、セカンドをね、ショートバンになったけどね、ショート坂本をうまくね、グラブさばきで取ったっていう坂本、グップレイ。ね。あれ良かったけどね、万が一、セーフになったら終わってたからね。で、佐野がね、ピッチャーゴロアウト。で、2アウト2塁になって、関根がね、ライトへヒットを打って、2アウト1、3塁から、ね、宮崎がサードゴロっていうね、こう1本出なかったっていうところはあるけども、バント成功してたらね、違う展開になってた可能性あるからね、このバント失敗はちょっと痛かったかなっていうね。あとは、8回、ね、ワンアウトから京田がね、内野安打で出て、代打クスポトの時に三振ゲッツ。これね、大城、ナイススローだったけどね、ちょっと一塁ランナー京田のね、スタート遅かったかなっていうね、まあ楽々、まあ、盗塁じゃないからあれだけどね、まあここはきっちりね、大城のナイスローでね、楽々アウトにしたっていうところがね、まああったけども、まあこれぐらい、まあお互い6安打5安打だからね、なかなか攻めてなく、本当に投げ合いだったかなとね。で、まあ石田もね、しっかり緩急つけて素晴らしいピッチングだったしね、この、6回の裏のピンチっていうところもね、吉川にツーベース打たれて、丸送りバンド決めて、丸がね、ワンアウト3塁から坂本ね、ワンバン、カーブ、三振、ね、岡本フォアボールで歩かせて、大城にはね、カットボール、スライダーでね、三振っていうところで、しっかりね、この最後、勝負球のね、変化球っていうところも厳しく投げてね、非常に素晴らしいピッチングだったなと。あとね、びっくりしたのがね、6回表、ね、2アウトから宮崎ね、ライトへ大飛球ね、フェンス直撃かと思ったら、ライトをね、秋色、多分これぐらいしか飛んでないよ。これぐらいしか飛んでないけども、もうフェンスの4分の3ぐらいのところまで届いてるっていうね、でジャンプ1番でね、取るっていう、でかいっていう、グップレイ。でかい。ほんと、めっちゃもう、真剣にジャンプしたらホームラン、東京ドームでもホームランキャッチできるんちゃうかっていうね、ぐらいの高さあったなっていうね、ところです。まあでももうこの試合はね、まあ戸郷のもうナイスピッチングに尽きるっていうところでね、まあなかなか DNA も仕方なかったかなっていうね、ところがあります。ということで結果、1勝1敗の5分ね、今日の試合どうなるのかっていうところでね、ということで、火曜日水曜の総チェックお送りしました。ね、もちろん、明日もね、今日の試合の総チェック出しますので、ね、今日の動画と明日の動画合わせてね、ぜひ見てください。ということでね、木曜日の総チェックお伝えしました。それでは今日の試合も頑張っていきましょう。